はい、こんばんは、ひろちです。はい、今日ですね、あの髪の毛がいい感じにちょっと内巻きになってませんか。はい、たまたまです。今日は予告の通りですね、簡単なあのお雑煮を作っていきたいと思います。お雑煮といってもですね、もうグアのちゃんとしたお正月のお雑煮のようにたくさん入ってないんですけれども、結構あの里芋を入れます。あのお雑煮ごぼうとか人参も入ってるんですけど、それはちょっと入れなくてですね、白菜と鶏肉と餅の雑煮を作っていきたいと思います。はい、では皆さん今日も一日お仕事お疲れ様でした。はい、もうあの寒くなりましたよね。あのこの前まで私も暑い暑いってここで言ってたんですけど、もうとっても寒いです。はい、ね、寒いでしょ、通勤。ちょっとあの里芋の皮を剥くのはあのまあまあ嫌いなんですけれども、はい、ちょっと剥いていきたいと思います。冷たい冷蔵庫に入れんでいいのに入れとったから冷たいです、芋が。はい、私はあの里芋が大好きですね。あ、冷たい。はい、お腹空きました。はい、お腹が空かないことはないですね、ってことですね。ちょっともう冷蔵庫に入れとくと冷たいんで、ちょっと出してました。私固形物が食べたい。今日はマドレーヌをですね、会社でいただきました。食べたい。私あの丼買いました。あの今日このお雑煮を作れるのは丼を買ったからです。こちらの丼を買いました。こちらも100均じゃないですよ、300円です。あとこの便利そうなちっちゃいボウルも買いました。これは100円でした、雑貨屋さんで。雑貨屋さんは大好きなんですけども、まあ、結構人が多かったんで、はい、ささっと買って塩もみをします。はい、皆さんは今日は何を食べてありますか。もう冬になるともうね、あの食べに行ったりするのももう面倒っていうか、もう早く家に帰りたいですよね。白だしがですね、こんぐらいしかないんで、今日はもう白だしだけで味付けしたいと思います。こちらはちょっとの冷凍してたんで、はい、これを全部入れたらちょっと多すぎるので、冷たいですよね、手が。今日はですね、あの質問に答えていくので、ちゃんとノートに書き出してます。あら、こっちに行きました。ちょっと硬いところだけ先に入れておこうかな。ほら、ほら、だから今日は1個でいいです。それとですね、このお豆と卵焼きを作ります。甘い卵焼きにしようかな。はい、もうお腹空いた。はい、嬉しいですね。去年の12月は多分私31日とか出勤したような気がします。大体そのな長く勤めた会社は、年末年始出てましたね。その代わりあの、まあね、お年玉というかちょっとだけあのお金をもらえるという、まあ、いいこともあったんですけど、もう正月にこんなに結構長く休むのは久しぶりですね。学生時代の冬休み以来ですかね。もう里芋もいい具合に煮えてきました。卵焼きを作っていきますね。すいません、もうやかましくて。
はい、とても美味しそうです。ちょっとだけちょっと焦げたんですけど、はい、では餅を入れます。でこちらちょっと味付けするの忘れてましたね。うん、美味しい。こちらを入れたらもう2分で出来上がるので、こちらですね、切れ目がついてるのでこちらパクって割れるんですよね。はい、2分。はい、ではこちら2分、餅を入れて2分経って、卵焼きとか切って盛り付けてあちらに持っていくので、あちらでお待ちください。すいません。はい、ではいただきます。そう、はい、ではちょっとお汁に。お正月の味がする。私の大好きな里芋ですね。あったまります。はい、こちらが餅ですね。はい、こちらの喉に詰まらせないようにしないといけないので、ちぎって食べたいと思います。ちょっとちぎれませんね。白菜が甘い。うん、美味しい。はい、こちらは白だしだけでの、味付けになってますが、本当のお正月にお雑煮を作るときは昆布でちゃんとだしをとって、じゃあ、ね、イカとか入れるんですよ。スルメみたいなの、それをなんか お父さんが小さくハサミで切って、それと昆布を入れて、それが餅にひっついてるのが小さい頃嫌いでしたね。はい、なんで昆布とかイカとか入れるとって思ってました。味を出すためですね。はい、懐かしいですよね。これはもう私にとってほとんどもうスイーツです。合う。お雑煮に卵焼き合いますね。はい、ではごちそうさまでした。今日も美味しかったです。はい、お雑煮とても美味しかったですね。ちょっと早いんですけれども、お雑煮って言ってもちょっと本格的なやつではなくて、簡単お雑煮ですね。はい、皆さんも、はい、簡単なお雑煮を作ってみてはいかがでしょうか。はい、では今日はですね、ちゃんと質問に答えていきます。1問目ですね。耳の形から、私のこの耳の形からですね、耳の形から音感の優れた人と判断しました。当たってますかっていうことなんですけれども、音感ですね、多分そんなにないと思います。はい、どんな感じですか。はい、皆さんはどんな耳をされてますか。音感は多分普通だと思います。はい、次ですね。寝つきはいいですかっていうことなんですけれども、寝つきはいいです。寝つきの悪い時もたまにあるんですけれども、いつの間にか寝てますね。夜は12時までにはお布団に入ろうっていう目標にしてるんですけれども、だいたい12時に布団に入って、ちょっと携帯YouTube とか見ながら、自分の動画とか見ながらですね、いつの間にか寝るみたいな感じなんですけれども、寝つきはいいです。はい、ひろちさんの好きな景色はありますかっていうことなんですけれども、こちらの方はですね、もうすごくいつも素敵な感じなんですけれども、富士山に行かれたらしくて、まだ雪がかぶってなくてですね、ちょっと残念だったっていうことだったんですけれども、私もちょっと富士山はですね、好きな景色の一つにはもちろんあるんですけれども、前に新幹線で東京に行った時にですね、新幹線の窓からこちらから行くとですね、新幹線の窓から富士山が見えるんですよ。
見るんですよというか、まあ、見えますよね。その時のあの何ですかね、この子こうまだ山じゃないここの子裾のあたりが見えた時に、その富士山の大きさに驚きましたね。で、あの私の好きな景色はですね、寒い冬の私の田舎のですね、空、星空、はい、あのもう本当にあの降ってくるかなっていうぐらい、あの田舎の方はですね、空気が澄んでて、まあ、寒いので、であの遮るものもなくて何もないので、すごい星空が綺麗です。その星空が好きです、私は。はい、それと登録者3200人でどれくらいの収入がありますかっていうことなんですけれども、はい、登録者が3200人になってからはまだちょっと収入をいただいていないのでですね、あの YouTube いただいてない分 の予測で の公開はしないでくださいということなので、こちらの方は YouTube をされているんですかね。はい、はい、別の動画でですね、あのもしもできたならば、あの今年中にですね、あのまたお金の話ですね、私が今年どんぐらいお金を使ったかとかを話していきたいと思います。血圧のことですね、その方はあの美人の看護師さんに血圧を測ってもらうと、あの血圧が上がられるらしいんですよね、男性の方なんですけど。だからひろちさんはあのイケメンの看護師さんにしてもらったんじゃないですかって言われたんですけれども、女性の方にしてもらいました。はい、145とかやったんで、でもう一回測ったらなんか141とかになったんで、はい、それぐらいありましたね。ちょっと高いですよね。胃カメラで麻酔はしましたか？あのちゃんとした麻酔、喉じゃないあの全身麻酔はしたんですかって聞かれたんですけども、はい、あのこちらの点滴からですね入れる麻酔をしたんですけれども、はい、こちらは私の会社の人が言うにはですね、あのもう寝る人もあのそのまま眠る人もいれば、あのまだ起きて感覚があるような感じの人もいて、ただあのその麻酔は少し効いているので、あの痛かったりはあの全然なかったですね。あの、まあ、ちょっとあのうってなったんですけど、はい、あの麻酔は多分喉にシュッシュってする麻酔とここから入れる麻酔を両方しました。で、あの最後の質問で、はい、素敵なパートナーができたら手をつないで歩けますかっていうことなんですけれども、はい、意外とですね私歩けません。あの手をつなぐのはちょっとまあ80歳ぐらいになったらつなげるかもしれないんですけれども、ちょっとこうやってこう腕を組むのはできます。だけどちょっとの手をつなぐのはですね、ちょっとやっぱ恥ずかしいかなと思いますね。でも手をつないでるあの方を見かけると、微笑ましいなって思ってちょっと羨ましくなりますね。私にもロマンスが訪れればいいのにって思います。はい、皆さんはあのつなげますか？あのそれはみんなの前でってことですよね。あの公共の場でっていうことですよね。はい、では今日もあのたくさんあの質問をいただいて本当にありがとうございます。はい、では今日もあの少しでもですね、あのご飯が参考になったり、はい、あの楽しく見ていただいた方はですね、すいません、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。